日本関東地方東京都町田市、南大屋南大屋は東京都町田市の地名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は194-0031。町田市中部に位置する。東は東玉川学園、西成瀬、西は中町、本町田、南は原町田、小笠北は玉川学園と接している。域の中心部を 小田急線が通っているものの駅はないため、最寄り駅は近隣の町田駅もしくは玉川学園前駅となる。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば南大谷麻15号1327番119の地点で15万円平方メートルとなっている。江戸時代には大谷村と呼ばれていた。1878年に 南多摩郡が成立した際、現在の八王子市域にも大谷村が存在したので、両者を区別するため北大谷村と南大谷村に改称した。現在は全域が千盤区域であるが、2024年に隣接する東、多摩川学園3.24丁目とともに住居表示の実施が計画されている。水田のある野党の幅が、 現在の南親のあたりで最も広く深くなっていたので大谷になったと言われる。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小田急線、JR 横浜線町田駅もしくは小田急線、玉川学園前駅が最寄り駅である。小田急線ガード下を潜る神奈中バス。 神奈川中央交通により、以下の路線が運行されている。町田ドライビングスクール南大谷天神社。ありがとうございます。